詐欺山古墳の標中、詐欺山古墳園形、詐欺山古墳後方部近形、詐欺山古墳後方部墳長部にある三角点、詐欺山古墳とは、埼玉県本庄市小玉町下麻宮座詐欺山にある古墳時代諸島の前方後方墳である。詐欺山古墳は、東西方向におよそ150メートル、南北方向に500メートルほどの周囲の水田面から、 飛行車7メートルで、区の字型の小高い丘の頂点に築かれており、後方部の噴球の頂点に、標高84.42メートルの三角点がある。欺山古墳の全長は、約60メートル、後方部の噴球の高さは5.4メートル、後方部の一辺が37メートル、首レブの幅11メートルで前方部につながる。後方部は、厳密に方形ではなく、 墨の部分が切り落とされたプランを提している。前方部は初期古墳独特の墳球が低いバチ型で10.5メートルまで後方部に対して74度で開き35度に屈曲しながら13メートルほど外側に開く。前方部前面の最大幅は30メートルである。前方部の森土は後方部に近い部分が高くされ標高80.3メートルであった。 前方部前面の線形に広がる部分は一段低くなっている。周光がほぼ全周すると考えられ、幅は4.3メートル、深さ1メートルほどである。前方部と後方部をつなぐ首レブの西側の周光から、小生前底部線口の二重公園壺が出土した。 後円部直径 25cm、後円部下端 18cm、胴部の最大径が 28.5cm、器高 34cm で焼成後に赤いロドにされている。後円部の円体の幅は 8cm を測り、直径 1.8cm ほどの円形の透かし穴が6体径12個開けられている。底部は6 2 4トルで焼成前にあらかじめ、 開けられた穴となっている。その他、関係品の湾型河原家、二重公園壺の公園部破片や、東海地方独特の S 字状公園台付け亀の、胴部と脚部をつなぐ部分の出土など初期古墳の特色を示す遺物が出土している。二重公園の壺型河原家と湾型土器は、早々儀礼の際に用いられ、墳丘に置かれたものが転落して就航から、 発見されたと考えられる。小沢は、ハザマ式の週末、3世紀後半の終わり頃とし、マスダは、ハザマ3式の第一段階と位置づける。ありがとうございます。